じめまして、中山夫婦です。本日ついに念願のキャンピングカーを納車しました。犬2匹と、中山夫婦とキャンピングカーでいろんなところに行って美味しいものを食べて回りたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。すいません、この度ありがとうございます。まずですね、こちらの方ちょっとご説明させていただきます。こちらがですね、車検証になります。お名前、ご住所、間違いないか確認していただいていいですか。ちょっと屋根の下を開けてくるので、ちょっとだけお持ちいただきますか。すいません。車の説明の方を先ほどさせてもらいたいと思います。まずね、車のキーがこれでワンセットです。もうめちゃくちゃあります。なのでまずこれを覚えてもらうとこからなんですけどもまあこのトヨタの鍵、これはまあ分かっていただける通り前にまっすぐして、ね、今こっち上げたからあっち回ってました。いや、あのね、これはもう覚え悪すぎる。大丈夫、撮ってるからちゃんと後で勉強もね。で、ここに引っ掛けてもらって、で、まあ、回します、で、回してもらって、で、ここに手が届くぐらいまでだったら、ここの足がクリップでカプッとここ噛んでるんですよ。このクリップ外してもらって、で、ここをスライドさせて手前に出してもらって、そしたらもう下に降りるので、まあ、この面積のところを調節してもらいます。で、反対もそうですね、このクリップを外して、スライドさせて、で、下に下ろして、ネジを緩めて、ちょっと上げてもらいます。で、本来ならもっと出せます。これが2m50でも。鍵ないです。で、こちらですね、こちらが、はしごなんですけれども、まあ、上に上がってもらうことは特にないんですね。で特に、あれがソーラーパネルがついてるんで、もう登れる場所がないんですけれども、まあ、これ、このままこうちょっと下ろしてもらって、このプラスチックの部分をボンと当ててもらって、もうそのまま登るだけです。で、まあ、登った時にこのスポイラー、この、 ウィングです、ここはちょっと FRP なので絶対乗らないでほしいので、それをまたいで向こうに行くともうソーラーパネルがあるので、結局ちょっと上には登れなくなっちゃったんです。まあ、そこは中で使っていただけたらいいですね、外回りはとりあえず以上なんですけども、大丈夫ですか。大丈夫です。了解です。じゃあ中行きましょう。もうパニックやろ。水がもう全然わかんない。で、今ちょっと、まあ、開けてもらって、そしたらここにね、階段のマークがあるので、これを下を押してもらうと出てきます。はい、で、これが、車のエンジンをかけようとすると、キーを一つでも回すと、これが自動的に収納されます。要は、出てる状態で走っちゃうと危ないので、なんですけども、例えば、もう準備中に、さあ乗って乗ってって誰かに言ってて、でご主人が回ってもう先エンジンかけるわってかけちゃうと、乗ってる時にガーって引っ張られちゃうんで、それだけ気をつけてもらいたいのと、エンジンかかってる時とかにこれをいくらやっても出てきてくれないので、なるほど、だからもうエンジン止めないところは使えないとか。そしたらじゃあ中どうぞ。
そうしましたら中の説明をさせてもらいます。まず乗ったらここにねメインスイッチっていうのがあるので、これを入れてもらわないと何も使えないです。なのでこれを入れてもらうと、まあ、今電気が全部つきました。で今はとりあえず仮に電気を全部つけてるんですけども、全部つけてるとそれだけで電気食ってしまうので、だからまあ必要なところだけをつけておいて、まあ、あとはもう生活しながらここつけよう、あそこつけよう、消そうみたいな形でちょっと節電の方を心がけてもらおうと思います。でこれがそっちの、そっちの上とこっちの、はい、間接照明ですね、はい、っていう形になってます。はい、でもうこっちから順番にいっちゃいます。ここを開けてもらうと、靴箱ですね、二段重ねになってます。あ、かかりました。よいしょ。はい。はい。で、ちょっとここの説明をしますね。はい、まず、下のコンセントの、ここにですね、USB のポートがあって、で、まあ、横に100ボルトのコンセントがあるんですけれども、この USB っていうのはもうこのメインスイッチを入れたら使えるんですけれども、このコンセントっていうのは今は外部電源を取ってるから使えるんですよ。でも外部電源を取ってない時にはここが要は死んでる状態なので、例えば道の駅とかサービスエリアとかで外部から電源取れなくて、でも 100V 使いたいっていう時にはそこの上のそのダイヤルのその隣のもう一つ、はい、そちらのそれがインバータのスイッチになります。でその真ん中のグレーのボタンを押すと赤いランプがつきます。はい、ちょっと一瞬だけ押してみてください。いいですか。はい、そしたら赤いランプがつきます。はい、そしたら一応 100V は使えるようになるんですけれども、今は外部から優先されているので今は何も使えないので、ちょっとまた切っといてください。要は外部から電源がつながってない状態、例えば走ってる時にこのクーラーを使うとなったらそれを入れないと使えないんです。ああこれ、はい、入れないと使えないです。これなエンジン切ってる、止まってる時も、止まってる時もついてる時もそれを入れないと、この使えない。そうですね、電子レンジとクーラーとテレビっていうのは要は普通の家電製品、家で使う製品なので100ボルトなんですね。で照明とかこの冷蔵庫とか車用のものなので12ボルトなんですよ。うん、なのでこの100ボルトの製品を使う時には、うん、外部から電源を引っ張るか、うん、引っ張れないときにはそのインバーターのスイッチを入れていただくっていうのが必要です。であとこれ使いながらもまあまあビビタルあれですけども、サブバッテリーの方には充電をしてくれてるので、だからまあ1週間とか長いその旅行とかに行くときには、うん、まあできたらまあそのコンセントが取れるようなキャンプ場に入ってもらうか、うん、まあそれが毎回は無理だっつったら、まあその1回2回、まあ、2泊に1泊か3泊に1泊はコンセント挿して1泊寝れるような場所を使っていただくとか、まあ、そういうことをした方が、まあ走っても充電はするし、ソーラーパネルでも充電はするんですけども、まあああくまでも補充電という形でそれでガンガン入るわけではないので、まあ、そういう形でちょっと。大丈夫です。一応説明書があるので、まあ、僕が言ってることは全部ここに載ってますので大丈夫です。全然大丈夫です。めちゃくちゃ不安そうな顔されてます。大丈夫です。大丈夫です。で、もうここのパネルで、一応これもいっちゃいます。で、これが FF ヒーターといって、エンジン止めた状態でも車内を温めれるヒーターですね。うん、でこちらの方は車の燃料を使って車内を温めるので、うん、もうこのヒーターをただこれ回すだけです。で回したらこの緑のランプが点灯するので、でこの、まあ、赤い帯が太ければ温度が高い、細ければちょっと低いみたいな、その大体の感じで見てもらって、そしたら次にキッチンの方に行きます。キッチンの方ですね、この上の蓋を開けてもらうと、まあ、ガスコンロとこの流しがついてます。でこの流しなんですけれども、もともとこういうシャワーノズルじゃないんですね、この車は。ここにホースがあるんですけれども、ちょっとこちらはちょっとシャワーノズルに変えてるので、うん、まあ、引っ張り出してこの外からも一応使えるみたいな形で一応こんな風になっちゃってます。うん、でこっちの小さい方の蛇口っていうのが、さっきのポリタンクです。でこっちの大きい方の蛇口っていうのがさっきの外から水を入れるタイプのタンクですね。
このバーを手前側にするとお湯が出ます、うん、で向こう側にすると水が出ます。であとは水道のオンオフという形なんですけれども、大丈夫です。スピードラーニングと一緒です。聞き流す。で、ここもまあ一応照明関係がこの辺にありますよと。で、これも照明ですよと。はい、で、次冷蔵庫ですね。冷蔵庫もここに、よいしょ、このあれがあります。スイッチがあります。うん、はい。うん、で、12時の方向でオフなんですけれども、時計回りに回してもらって大体10時ぐらいの位置が一番マックスですね、うんはい、で、これもメインスイッチを入れないとこの冷蔵庫は使えないので、うん、メインスイッチを入れてこのスイッチを入れて初めて冷蔵庫は使えます、うん、なので車から降りるときに、うん、もう大体冷蔵庫でつけっぱなしじゃないですか、うんうんうん、で車から降りるときに電気切りたいと思うんですけども、うん、その場合にはメインスイッチだけは残して、もう各照明とかを全部消して降りていただく必要があるんで、メインスイッチを切っちゃうとも冷蔵庫が消えちゃうと思うんですよ。でこれも結構そのぬるい庫内を冷やすのに結構やっぱり電気と時間がかかるので、うん、まあ、現地まで走ってる時、走ってる時っていうのは要は補充電をしていくんで、うん、補充電をしていってるうちにこの冷蔵庫をキンキンに冷やしておいて、現地に着いたら冷えた庫内を維持してあげるっていうレベルまでちょっと落としてあげるとかすると、うん、まあまあ冷蔵庫がしっかり冷えてて、なおかつバッテリーはちょっと節電ができてみたいな感じになる、うん、まあそれはもう使いながらやってください。もう全部言っちゃうとあれなので次にここのコンロですね。でコンロなんですけれども、まずこちらによいしょカセットボンベを入れるところがあります。でこのボンベを入れてもらって、でここにガスの元栓があるのでこれを開けてもらいます。そうするとガスが今ここまで通った状態になるので、でここにね、一応レンジフードって言って、もうこのキッチン使う時用のファンと、まあ、照明とかあるので、まあまあここ使ってもらうようにして、こちらの方ちょっとガスの火をつけていくんですけれども、まあ、ここにガスのつまみがありまして、まあ、こっちはこっち側、これはこっち側のスイッチになります。で押しながら回してもらって、パチッパチッと、これがこのスパーク、この火花を飛ばしてるんですね。で今ここで開けたばっかりなので、ここまでガスが回ってくるまで時間がかかるんで、最初のうちは結構ね、何回もやってもらわなきゃダメかもしれないです。でこれ今手をすぐ離すと消えてしまう場合があるので、まあ、これがちゃんとホールドされてるかどうかを確認してから、まあ弱火にしたり強火にしたり、結構クーラーの風が来てるみたいですね今。でこちらも一緒ですね、これを回しながらパチンとしてこちらについて、でまあ弱火になったり強火になったりという形で、まあこの程度の火なのでちょっと中華料理はできないかもしれないです、はい、もうちょっとなんか温めるぐらいほんまやな、火が命やから。火が命です。って感じです。で次にこちらですね。もうこれもインバーター、さっきのインバーターのスイッチを入れるか、外部から電源を取るかしてあげれば、もうこのまま使います。でフラットなので、ガチャガチャ走ってる時にあれがターンテーブルが暴れたりもしないので、ちょっとまあこういう形で使ってもらう感じですね。でももうこういう電気を食うものというか、その熱を発するものって結構電気食うんですよ。だからちょっとしたものをちょこっと温めるのを数回みたいな感じの感覚で思うと思います。ちょっとこれでケーキを焼こうもんだから全然バッテリー足りない、はい、で、次にもう、この後ろのベッドなんですけども、もうベッドはもう普通のまあ跳ね上げても使えますよと。でこれを跳ね上げるときにはこれをボタンと折って立ててあげて、でそこからパチンとこのロックがあるので、これを立ててあげると、ここが一応この収納庫にもできますよという形になってます。で解除するときにはこの横のレバーをロック外してあげると、一応手を離してもゆっくり降りてきてくれるので、ガンと落ちてきたりはしないようになってます。説明してほしいな、この
網戸ですよね。あと収納か。ここは何に使うかやな。ここですね。ここもな、うん、まあ、ちょっとこれじゃあ順番にちょっと説明していっちゃうんですね、はい、でここなんですけど、ここが一応そのトイレルーム兼シャワールームになってるんですけども、さっきの水タンクの水のポンプのスイッチを入れると一応ここでもこういう感じでお湯が出たり水が出たりっていう、ちょっと先生の滝のような蛇口になってるので、ちょっとあのおしゃれにはなってるんですけども、このスイッチがあるんですね。このスイッチが2分割になった、これが一応このスイッチなんですけれども、今ちょっと遅れてついたの分かりますか。これこっちはね、あの人感センサー付きなんですよ。でこっちは普通にもうダイレクトにつくんですけども、うん、こっちは人感センサー付きなので、まあ、これ両方とも、まあ、こっちだけ入れとくと、まあ、夜パッとドア開けたらパッとつくみたいなことも一応できますよという形ですね、はい、自動的にね、はい、この窓ですね、じゃあね、もうね構造同じなので、うん、ちょっとここで説明しますね、はいはい、でまずこのロックが、まあ、この3箇所ないし4箇所止まってるんですけれども、真ん中のボタンを押しながら立てる、押しながら倒す、押しながら倒すということをしてください。でこれをギューッと押していくと、これで固定してくれます。ここまで開くのいいな。そうです、ね、でちょっとこれは私の独り言なのでふわふわって聞いてほしいんですけど、うん、このワイヤーがこれ以上その開かないようにっていう、要は保安基準でこれ以上開いちゃダメっていうのがあるので、まあ、それで一応ワイヤーを書くところにワイヤーをつけてるんですね。でこのワイヤーがあることでここまでしか開かないんです。ワイヤーがなければもっと開くんですけど、うん、っていうところです。はい、はい、見させていただければ、はいはいはい、このところだったらこの状態にして換気扇をねこれで開けて、これで換気扇を回してあげると、うん、こうすると、まあ、ちょっと今クーラーかかってるのわかんないんですけども、結構強制的に風をね抜いてくれるんですよ。だからある程度外が涼しければ、まあ、これで窓を全部開けて、ね、そう循環させてあげるというか、まあ、吸い上げてあげるとか、うん、逆にこのインアウトっていうのがあるんで、これを押してあげるともう単純に逆回転をして外から中に入ってくる形だと思います。だから今多分ぬるいのが入ってきてるんですけども、うん、これが外が涼しければ、まあ、涼しい風を中に取り込むこともできますので、うん、で一応これは雨の日でも使える仕様の換気扇に変わってますので、うん、雨の日でも走行中でも一応使います。あとこれはね、このファンの強さ、速さですね、で、あとはここにオートっていうのがあるんですけども、78度 F って書いてあるんですけど、うんうん、これっていうのが華氏78度なので摂氏でいうと大体25度ぐらいなんですよ、うん、なので、まあ、これを押しておくと大体25度前後であれば、まあ、吸気とか排気とかその辺もやって大体このぐらいになるよっていうのは一応これでオートでできます、うんうん、はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。という形です。使わないときには閉めるでっていう形です。でこれ今ガブッと最後開けましたけど、これロックなんですよ、うん、だから開けるときにはこの手前に下ろして開けたり閉めたりして最後ガブッと差し込んであげてロックです。はい、はい、です。であとここの部分っていうのは、まあ、走るときには必ずも一番手前の方でロックしてほしいんですけども、このねワイヤーが外に挟まってそのまま噛んでしまっていることがたまにあるんですよ、うんうん、ってなるとその窓のパッキンをぐにょっと押しながら閉まっちゃってるので、うんうん、その隙間から雨が入ってきたりとかするので必ずワイヤーが中に入り込んでるかどうかを確認してから最初閉めてください、はい、であとはもう上から下ろしたら網戸、下から上げれば目隠しという形になってます。でもこういうちょっとこのパッキンとパッキンの間とかを虫がうまいこと入ってくるので、その辺は工夫ということでよろしくお願いします。はい、はい、
です、はい、上の方なんですけれども、走ってる時はこの状態でこのサッシをこうガッとこう、うんうん、これが開かないようにこのサッシ閉まりしまってるんですけども、これを広げるとちょっと出てきます、うん、案外低いな、低いな案外、うん、でこのはしごを、まあ、多分ねいけますよ、あのはしごなくても、ね、下がベッドにさえなってるので、ちょっとここに刺して、で上がっていくということです。はい、あとここにも、ここの関節照明のスイッチだったり、ここのスポットライトのスイッチだったりっていうのは各それぞれについてます。はい、ごっつい効くな、このクーラー。寒いし。寒いですね。家のクーラーより今壊れかけてる。で、これもここに。今私が説明したことが全て載っておりますので、おお、はい、うん、それね、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。